皆さんこんにちは、えー、今回はですね、えー、私の作った最強ウイルスをですね、えー、こちら、実機の、えー、Windows 11上で、えー、動かしてみたいと思います。はい。えっ、ー、と、こちらの、いかにもね、お、え、ど、ー、しい骸骨のアイコンをしているのがウイルス本体ですね、えー。このウイルスはね、何をするかと申しますと、まず画面の真ん中に怖い演出をすると。で、えー、パソコンがブルースクリーンで再起動すると。 でえー、パソコンを再起できないように破壊するという、まあ、この3つの、ね、機能が備わったウイルスでございます。あのーまあ、実行方法はこれをダブルクリックして実行するだけです。実行するだけで、えー、パソコンを、ね、再起不能にする、ね、怖い演出をした後に、えー、パソコンを破壊するというです、ねえーまあ、ウイルスになってますので、えー、早速、ね、こちらを実行していきたいと思います。えー、こちら、まあ Windows 11の、ね、実機です。これは仮想環境じゃないです。実機です。完全に、ね、コントロールとデリートをすれば、ね、これ出てきますね。はい、実機です。 はい、なんでこの実機上でねあのパソコン破壊ウイルスを実行するかっていうとまああの3週間ぐらい前にね Windows11 をねインストールし直したんですけどちょっともう一回ねあのインストールし直したいなっていうちょっとあの事情があったんでどうせあの上書きインストールしちゃうんだったら、まあ、OS ね最後に破壊しとこうということでまだこちらのウイルスはねあの実機で動かしたことないんですよ、はい、仮想関係だったらあるんですけども実機でね動かしたことないんでちょっとねこれ実機で初めて動かしていきたいと思いますじゃあね早速動かしてみましょうはい おー怖い怖い怖い。これさ、今さ、深夜の1時に撮ってるからさ、ちょっと怖いんだけど <laughs>、普通に怖え。深夜の1時撮ってるんですよ、これ。ねえ、今、深夜の1時。土曜日の。あー普通に怖いわ、これおう。自分で作っといてなんだけどさ、仮想環境で動かしてると時とね、ちょっと違う挙動が。 うん、こうやってパソコン勝手にね、あのブルースクリーン。ブルースクリーンって言わなかったね、さっきのはね。ブラックスクリーンだったね。てか、初めて Windows 11のブルースクリーン見たわ、うん。で、こうやってパソコンが再起動するわけですね。はい。勝手に電源が落ちて、勝手に再起動するという感じですね。はい。で、えー、うまくいってれば、パソコンはね、これ起動したくなってるはずです。ちょっとよくわかんないですね、挙動が。多分、壊れてるのかな。Windows 11だとダメだったかな。 多分起動,しないはあ起動しないですねここうやって、はい、これパソコンね、えー、再起動しても起動しなくなってますという感じでパソコンねぶっ壊れましたねでこのままあの起動ループですね永遠に多分これが繰り返されるはずですこうやって起動しようと最も無理で、えー、ブルースクリーンになって再起動を繰り返す感じになるかというふうに思いますはいこんな感じでね、えー、短い動画になりますけどもいや普通に怖かった実機で動かしたらねうんこれ深夜の1時にやってるし 真夜中にね、これはね、ちょっと来るものがありまして、自分で作っといてなんだけど、かなり怖い、このウイルスは。って感じで、えー、今回の動画はね、これくらいにしていきたいと思います。それじゃあ、またの。